大人の防具屋さん？原作タイトルトーン。シリーズ構成、キャラデザ、撮影監督、音響チーム、プロデューサー、監督、制作。やっぱ町は田舎と全然違うな。キュー、キュキュ。ひょっとして、ごめんください。あ、さっきの、よし、入った。動いてみろ。ちょっとまだきついです。これでどうだ。いいです。そのまま思いっきり踏むんだ。変態だ。すみません、覗く気はなかったんです。また会いましたね。覗きが趣味とはなかなか業が深いな。誤解です。にしても店員さんいないからってお店でイチャつくのはどうかと。俺が店主だが。え、店主？店主のナーデンだ。店員のリリエットです。さっきは防具を試着してたの。試着ってあんな派手な格好嫌じゃないんですか？ううん、品質を確認することは大事だもの。あ、でも見つめられるのはちょっと恥ずかしいかな。すごい装備でしたしね。よく見たらすごい装備ばっかだった。この店は俺が自らの信念のもとに作り上げた店だからな。え？俺は全ての女性冒険者にエロ装備を着ていただくために防具屋をやっている。いい声が無駄。あの、なんかあんなこと言ってますけどいいんですか？女性冒険者みんなにいい装備を着てもらうなんて大変だけど、いい目標だと思うよ。エロい装備って言ってましたよ。エロはロマン。あなたはちょっと黙っててください。ようこそ防具屋へ。何をお求めですか？今かい。これさっきの落とし物。ありがとうございます。よかった、これがなかったら店が潰れてたところだ。さらっとすごいこと言った。どうも収支がうまくいかなくてな。あの、ちょっと帳簿を見てもいいですか？何ですかこのデタラメな帳簿は。あの、ごめんなさい、私が。あ、いや大丈夫です。これからは僕がお金の管理をしますから。しまった、勢いで行っちゃった。こんないきなり来たやつにお金任せるわけないし、怪しすぎるだろう。いいのか？はい、ここで働かせてください。次回大人の防具屋さんは、決意と熱意、ライフイズ防具フル、死せる諸葛、生ける中達を走らす、このどれかなり。来週も装備しちゃうぞ。